機運のキシーズが2つ、拡大のキシーズが1つと、1つのアクションで機運が2万倍になるような嬉しいキシーズの組み合わせとなります。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。今日の金運体験を紹介します。私は高見さんが YouTube の配信を始めた頃から見ているので3年くらいになりますが、毎日視聴して高見さんの言う通りにアクションをしてきました。すると2年くらい前から入るはずのないお金が10万円入ったり、宝くじが1万円当たったり、臨時収入が入るようになったり、今年の3月に転勤となり給料が倍になりました。これからも高見さんの動画を毎日視聴しアクションをし続けたいと思います。とのことでおめでとうございます。またこちらこそありがとうございます。たまにリアルのイベントでも YouTube の登録が100人だった、そんな時代からずっと視聴されている方とお会いすることがあり、僕もとっても嬉しい気持ちになります。今回の投稿も継続の力を感じました。積み重ねたアクションが基地を貯めていき、大きな出来事や不思議な出来事を引き寄せたのだと思います。1年の中にはいろんな基地がありますし、年に一度だけのアクションもありますから、季節のアクションを楽しみながら生活に取り入れていくと長く続けられていいかもしれませんね。8月18日は60日に一度の財運が高まり、お金が巡る力が高くなる水のエネの日になります。そしてスタートしたことが万倍に発展する一粒万倍日、それから260日に一度の金運上昇ウィークが3つ重なるトリプル大キシーズがやってきます。金運のキシーズが2つ、拡大のキシーズが1つと、1つのアクションで金運が2万倍になるような嬉しいキシーズの組み合わせとなります。昔のグリコのキャラメルに一粒で 300m と書いてありましたが、そのようなパワーが出るイメージです。ちょっと分かりにくかったらすいません。また願いが叶いやすい引き寄せの星や仕事運に応援が入る星など、金運にまつわる吉日も多く、多くの人の金運を高めやすい日になります。そんな16日のトリプル大吉日の運気と金運を2万倍にする過ごし方について、今日はお伝えをしていきたいと思います。まずはじめに龍神様の下がり、場を清める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速いってみましょう。まず16日の運気から見ていきましょう。財運が2倍に高まる水の絵根の日、無条件に金運に恵まれる金運上昇ウィークを知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単に紹介していきます。まず水の絵根は、五行では水の絵が水に属し、根も水に属すということで、水は金の木を増幅させるため、金運を司る金の木は水と触れることで金運が大きくなっていきます。水の絵根と重なることでダブルで水が入る水の絵根の日は、金運アップにとってもいい日なんですね。木の絵根は物事のスタートの大吉日ですが、水の絵根は金運の大吉日です。風水では財運を上げるために水槽を置いたり金魚を飼ったり、水を使って財運アップをしますよね。水があることで金運が増えていきます。水は金運アップには重要な要素なんですが、2024年は特に水の木が不足するので、金運アップの鍵となる要素なんです。今年はいかに水を補うかが大事なんですね。お家の風水でも水回りをきれいにすると金運が良くなると言われるのも水の木が関係しています。今回は一粒万倍日と重なりますので、今年不足する水の木を万倍に補えるというすごく貴重な吉日となります。世界不思議発見ならスーパーひとし君、クイズダービーなら原平さんに3000点みたいな吉日なんです。ちょっと分かりにくかったらすいません。分からない方はネットで検索したり、もしかしたら YouTube で出てくるかもしれません。そして金運上昇ウィークはどんな日かと言いますと、前歴で無条件にお金に恵まれる一番金運がいいと言われる金運の星がなんと13日間連続で進行する時期のことで、今年は8月16日から8月28日まで続きます。特に初日の16日は無条件にお金に恵まれる星が2つ重なる最高金運日がやってきます。さらに16日は
夢や目標を紙に書いたり宣言をすると必要なものが自然と集まってくる引き寄せの星も入っています。水のエネも水も水のエネルギーが2つ重なり、最高機運の星も2つ重なる。そして引き寄せの星が1つポーカーなら2ペアのような運気です。そんなトリプル大吉日に今年の金運を補い2万倍に高めるアクションをお伝えしています。まずは1つ目、夢や目標を手帳に書いたり宣言をするです。これは実際に周りの人に宣言をしたり SNS に発信したりするのもいいですし、それはちょっと恥ずかしいと感じたり、否定的なことを言われたら嫌だから言いたくないという場合もありますから、手帳や日記に書くこともおすすめです。特に8月16日の日付が書いてあるところに書き込むことができる手帳や日記は16日の引き寄せのパワーを高めるのでおすすめです。ノートなどに書く場合はまず日付を書いてから夢や目標を書くといいですね。また欲しいものや夢が引き寄せられる日ですので、夢リストを書く日にもいいんです。2つ目は植物を飾るです。16日は無条件にお金に恵まれる前駅の黄色い太陽という星が二重に重なる260日に唯一の日なんです。太陽が幸運・金運のシンボルとなる日なんですが、太陽の光を目いっぱい浴びて育つお花や観葉植物は黄色い太陽のエネルギーを高めてくれる存在です。そして植物は普段からも生き物の新鮮な木をたっぷり含んでいて、お家に置くだけで一気にお家の運気が良くなるんです。金運上昇ウィークの13日間はさらに金運を引き寄せる働きが強くなっていきます。すでに観葉植物がある方はお世話をして、特にないという方はお花や植物を迎えることもおすすめです。また金運に観葉植物っていくつかあるんですが、以前に金運を高める植物について、また龍に好かれる植物、鳳凰に好かれる植物について動画でお伝えをしていますので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。3つ目は旬の野菜やフルーツを食べるです。太陽が金運を高める13日間になりますので、日光浴やお散歩なども金運アップアクションになるんですが、今年は不要不急の外出を避けてと言われるほどの酷暑ですので、わざわざ出かけるのは避けたいところです。太陽の光をたっぷり浴びて育った旬の野菜やフルーツを食べることも金運アクションになります。4つ目は感謝タイムを取るです。無条件にお金に恵まれる13日間が巡るんですが、恵まれる期間ですので感謝がかけやすいと言われる時期でもあるんです。普段は何も感じなかったけど体調を崩して初めて健康のありがたみがわかるってことありますよね。そういったイメージです。ですので改めて自分を見つめてみて、恵まれていると感じることを思い浮かべる感謝タイムを取ることで、無条件にお金に恵まれる星を生かすことができます。感謝している時ってネガティブな気持ちにはなれないので、自分自身の波動を高めて引き寄せ力が高まりますし、とても満たされる気持ちになりますので、心にも金運にもいいアクションになります。5つ目は水を飲んで体の中の邪気を流し金運の気を取り入れるです。人間の体の多くは水分でできています。そして体の中に邪気が溜まったりします。体の内側というのは運気の影響がダイレクトに出ますので、いい運気を取り入れると運が良くなる力も強まりますし、金運にいいものを取り入れることで金運が高まる力も強くなっていきます。逆に邪気など運を下げるものを取り入れてしまうと、臨時出費やトラブルなどの不運を呼ぶ力も高まるんですね。ですので体の内側の邪気を出していくというのは、不運を抑える力も金運を高める力もどちらにもいいアクションになります。それぐらい口にするものや体の中に入れるものって大事なんですね。例えば賞味期限が切れた食べ物は風水では寿命を終えて死んだ気となりますので、気が枯れて汚れとなります。つまり邪気となって体の中に入ってくるんです。ですので賞味期限にならないように必要な分だけ買うようにしたり、冷蔵庫の賞味期限をチェックするということも金運アクションにつながっていきます。水の絵での日は水に関するアクションが金運を高めていますので、噴水があるカフェに行くなど、お水がある場所に行ったり、川のせせらぎのような水が流れる絵や映像を見るのもいいですし、
水回りのお掃除などもいい日ですので、できそうだな、いいなと思うアクションがあったら、ぜひ試してみてくださいね。新しいスタートにもいい日ですので、チャレンジがしたいことがある方はおすすめの日となります。まだまだ暑い日が続きますので、水があるところに行くときも暑さ対策はしっかりしてお出かけしてくださいね。今日の動画でお届けとな、そしてチャンネル登録をお願いします。また、白い恵みアワード第2弾が始まりました。応募者全員プレゼントや様々な賞を取り揃えています。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。